これじゃ開けない。骨盤の位置を考えてごらん、しばらく。骨盤の向きってのお、骨盤向きがこう倒れてたら開けないじゃん。倒してみるか。で、開いてみる。開けないじゃん、絶対。だからそれで自分で試して、どこにいたら一番自分がこうに感じれるかって。そうさ、先生がさ、なんか発見してさ、注意してくれるのを待ってたら、なんか宝くじの世界みたいじゃん。もしかしたら見つけてくれるかもしれないし、しかもそこに先生のコンディションとかいろんなことがあるわけじゃん。それなんて自分でさ、あれなんかこれうまくいってないんだったら研究しなきゃダメなんだ。こう、どうなってなんみたいな。俺なんかスティーブンと一緒に銀河で人形を作ってさ、針金でちゃんと中入れて、でちゃんと曲がるわけだ、パセとか。それでこれゴムで結んでさ、ぐるぐるぐるってさ、ピルエットをニューってパセやって、あらせるおーおーおー、あらせるすげえ、全然背立たんなとか、人形作って研究してたよね、やっぱり。あとあなた、僕らの時代ってビデオだから、ビデオを細送りしてさ、どうやってやってんのかみたいなさ、さどの辺で首が回ってるとか、いろいろなんか全部、興味を愛するっていう、だ愛せればいいの、結局は。ね。惚れて通えば千里も一里っていうね。わかる？好きな人に会いに行く道のりは千里、1600キロも1.6キロ感じるっていう。それは人だけじゃなくって、物も同じなのよ。自分が本当に愛してたら苦しくないわけ。わかる？その長い道のりがまるで、すごい短いものに感じる。好きなんだもんだって。そうじゃん。だから、結局はだからそうだと思う。その自分の好きレベルを上げれば、自然に自分でなんか見つけていくと思うのよ。どうやってっていうのは。だから、それが、こう、受け身っていうことは、やっぱり、自分の中で、あ、自分が好きっていうのはこれぐらいだなって、どっかセッティングしちゃってるわけね。だから、それをまず崩したらいいと思う。もっとなんか、もっと好きになる方法があるんじゃないかとかさ、もっと愛する方法があるかもしれないって思っていけばさ、逆に辛かったことが辛くなくなっていくはずなの。まあ、ちょっと大げさで言えないけどね、辛いことあるよ、もちろん、それは。好きだ、愛してるからこそ辛いことがあるよね、もちろん。本当だったらもっと早くうまくなりたいとかね、あると思うけど。でもとにかくそういうこと。わかる？人が辛いって思うことを辛く感じなくなる時代。なぜ好きだから。本当にある。そういうこと。ね。だから考えてさ、自分でそう。受け身にならない。まあ、要するに学びを受け身にしない。ね。自分からこう、いろいろ発見して、興味を持って、ね。能動的にっていうの。そういうことをさ、やってみたらいいと思う。一度一個、自分が生きてる人生の中で一つでもなんかそういうアプローチをもしすることができたとしたら、そこからすごく大切なものを学ぶから、きっと人間付き合いのこともしっかり、これからあんたたちが分かんない、どんな仕事するか分かんないけど、必ずそういうことをやればさ、学んで、でそれを自分がなんとなく興味持ってるっていうか、好きだなと思ったものでできるっていうのは素晴らしい人生だよ。これはないんだから、みんな言われるでしょ、いいねってそんな好きなことがあってって言われない、同級生とか言われるでしょ、絶対その人たちにとったら、ただ本当そうなんだ、ないんだから、なそれがさ、ないわけじゃん、ね、それって絶対パワーだよ。そうじゃん。だから今あなたたちが何か少なくても興味があるっていうのは、本当この限られた時にパッと与えられた本当のあれじゃん。だったらとことん少しのめり込んでやってみてもいい。うまくいくいかないとか、なんかこう結果が出る出ないなんていうことを考えてる自体が愛せないよね。考えないでよ。わかる。だからさ、ほら、ね、考えないでよ。愛しちゃったらそんなこと。わかる。愛しちゃったらこの人はなんかこんな、わかる、なんか面白い。考えないで。愛っていうのは
盲目にさせられる。もうこんな人と一緒になって自分が幸せだから考えない。もうとにかく愛しちゃってるの。もうじゃあそれが愛するってことだから。で、僕らさ、でもこういう人と一緒になって、もしかしたらこうね、でもこうちょっとうまくやなっていうことはもうそれは愛ではない。もうすでに違うのね、それって俺言わせれば、うん、と先生は答えます。うん、と思うけどね。違うでしょ。バーって何見えないっていうかさ、俺なんて絶対もう止められたからね、やっぱりみんなが。トーラ、あの子は絶対やめた方がいい、やめた方がいい、女の子を止めるわけ。トーラ絶対良くないから、彼女の性格が見えないから。こいつ嫉妬してる俺にみたいな。わかる、もう見えないから、何ももう見えないで、もう突進してって。それでガーッズタズタになって、それでそこで何かをやっぱり、そういうのがだから、もしかしたら今何かを作りたいとかクリエイトしたいとか、もしかしたら分かるでしょ、どっかに見えるかもしれないじゃん。でもそれやっぱりそういう、分かる、一度きりの人生な、生まれ変わること、まあここは生まれ変わって言っちゃいけないクリスチャンだから、でも生まれ変わることがもしあったとしても、今の自分の自覚がなくて生まれ変わっちゃうわけだから。僕は前、島崎と人間でこういう女にこんな恋したんだってのはもうないんだから、その時は。そうでしょ、ない、何もない。だから一回きりだから、やっぱりセルフでぶつかるわけだ。ダメでしょ、もったいないじゃん。ね、一回きり、生まれてくる、これ一回きりなんだよ、もう本当に。しかもあなたたちの時代なんて、これからどうなるか分かんないじゃん。見てこないよ、全部世界の、どう、何これ地球、もう燃えてるじゃん地球、やばくないみたいな。もうだからもうなおさらもう、そう、もう昔の人よりも、もっともっと今をもう精一杯 100% 生きるようにしなきゃ、もったいないじゃん、いつどうなるか分からん。やろうと思います。それはみんな気が向いたときはやりますよっていう、それは愛してないんです。愛してたら気が、今日は気分が乗ってませんっていうことを見せない、ね、愛してたら。わかる、めちゃめちゃ愛してるときって見せないよね。それからなんか、それ、その人が自分のものになってからなんか見せるの、なんか見せみたいね、みたいなさ、どうしたのって言ったら流れてくるじゃん。でも本当にそこに出てくると見せないのね。でもそれを見てからがまた次の場合があるじゃん。要するに嫌なとこを 見てでも愛した向こう側の愛ってなるじゃん。それはまた違う場合じゃん。バッてそれだけに憧れてるっていうのさ、踊りもそうなんだから。私は踊りが好きですって言って本当に好きでいられる間もなんか、だからその初恋まだ叶ってないからね。でも叶って踊りの中で近づいてくると、踊りの嫌なところがいっぱい見えてくるわけよ。ほら、嫌なところっていうかさ、わかるでしょ、なんか思った違うことが現れてくるわけじゃない。なんでそんなね、その時にその時に自分が腹立てたりとか泣いたりするっていうことはさ、結局全部を受け止められない。それも踊りの一部なのにもかかわらず、それであなたは好きって言ってたんだよってことじゃん。だけど本当に好きっていうのは、踊りがあなたにどんな思いをさせようと好きですっていうのが本当に好きってことじゃん。踊りがたまに自分をこんな気持ちにさせたり、こんな苦しい思いをさせられるけど、でも好きですっていうのが本当の好きっていうことでさ、わかるでしょ。初めにパッと思って踊り好きっていうのは、それは違う、人と同じだから、あ、なんかルックスだけ見て、いや、ああいう感じ好きって言ってるのもね。ね、でも付き合ってみたらいろんなことある。例えば鼻くそを十分やらないとかさ、もうしょうがないよ、好きだったら。そうじゃん、うわーって葛藤あるよ。で頼むかもしれない、お願いだから鼻くそを十分やらない。でもしょうがない、これが私の生き返なんだからって言われたらさ、そうです、それも含めて愛さなきゃなんないって道をさらさないとダメやん。同じじゃんって踊りだってさ、分かるから、全部同じで。だから要するに自分にチョイスがある、常にチョイスは自分側にある。
いつでも捨てられる、いつでもやめられることだった、ね、でもだからチョイスはいつも自分にある。でもそれは何を試されてるか、あなたがどれだけ愛してるかってことを試されてる、ね、踊りにこんなことさせられた、踊りは全然私に見返りをくれない、こんなに頑張ってるのに何にもあのなんて分かるか、自分が進歩する感覚がない、でもうすごく踊りやってると辛い、ほらそれでも好きですかって、それでも全く揺らぐことなく、でも好きなんだよね、やめられないんだよね、どうしても稽古行っちゃうんだよね、これが好きってことだ、だからこの力が必要だよってことだ、絶対本当に踊りを知りたいなら、でしょ、大変だよ、でもやってみたら何か素晴らしいものが手に入る、きっと。それは何が手に入るのかというと、自由が手に入る。自分の意志の強さがあまりにも優れている、あまり私は自由になったと。要するに、どんな相手でも愛せるって言った、相手が何をしようと自分が決めたら愛し続けられる。で、チョイスはいつも自分にある。向こうじゃない。こっちに自由ってこと。だろ、いや自由じゃん。そうだろ、踊りだってそうだよ。どんな踊りが自分に辛い思いさせても、私はやる、行くって決めたら、できます、行けます。何も問題ありません。何が得た？自由が得た。何もあなたを止められない。わかる？完璧な自由だから、意志が強いから。自分がもう決めたらできますよ、もちろん。気分がどん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 、そんなことは全く自分にとっては関係ないと。やり通すことが絶対できるって思ってたら、すべての世の中のチョイスは自分にある。ということは自由じゃない。あなたほど自由な人間って、あなたは自由を獲得したってこと。だから、何かを愛することより自由を得たってこと。すっごいな。だから、うまくできてるの考えたらね、誰が作ったのかな、本当にね。すっごく上手にできてるじゃん、人間の人生って本当に上手にできてる、ね、だからそれがどっかで見てみたら、それをあなたがどうするか、ね、でそこで諦めた人にはその諦めた人ないのものを与えるだけ、でも諦めないでいたら自由ができる、自由でしょ、一番欲しいって、何よりも一番人間が求めるものって自由じゃない、お金じゃねえだろ、金持ってたってだって自由しかなかったらどうするそうでしょ、お金持ってる人ほとんどは自由じゃないもんね、やっぱ見てたらみんな心配だもんね、減っちゃうから、だからいつも金のことしか考えないもんね、だから心配だから持ってるお金減っちゃうもんね、だから全然自由じゃないでしょ、ね、やっぱ自由であるってすごいよ、何でも人を愛す、何かやる、全部自分が決めたらできる、全く、だからいつ別れてもいい、いつ辞めてもいい、全部自分の支柱にある、それがで自分で決める、で自分が決めたら決めたようにできるってことは自分で分かってから、すごい自由じゃん、でそういうやつが踊ったら納得するできる、客が分かる、客がそれを感じるんだ、違う人だ、この存在は。そういうことだ。